はい、今日もポケモンやっていきたいと思います。ポケモンというかね、ポケモンカードですね。はい。さあ今日はどうかな、診断と当たるかな。トドロク付きってやつがなんか結構強いみたいなんで、一回対戦したいなって感じですかね。さあ初手はまあライコ、まあいいんじゃないですか。お、これはダークライだから、あれ、これもしかして来たんじゃない、トドロク付き。1枚もらえます。はい、来た、イキリンコ。高校か、まあ、ネストボールあるし悪くはない気がすんな。これですよ、即死なんですよね。なのでちょっと怖いよね、即死って怖いよね。レジエレキとか一発で取られちゃうから、ちょっと警戒しないといけないかな。トドロク付きをどうやって倒していくか。さあさあさあ、バトルビップパス。バトルビップパス、ポケモン並べてくれるのはありがたいかな。これ弱点雷なんじゃない？しかも。はい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 。結構がね。トレッキングシューズ。トドロク突き倒してえけど、230か。230出ないっすね。難しいね。こうなんかちょっとハンデ持ちながら戦ってる感じなんで。さあ、まあ呼び出していきましょうよ、タンデムちゃんで。これ悩むね。レジエレキ1枚読んどくか。そうね、しかもちょっと進化させるタイミングはちょっと考えますか。気をつけないとね。どうしよっかな。中打点で倒していくか。中打点。いや、ちょっと微妙かな。こんな感じでいきますかね。さあ、どうしようかな。博士打つけど。瞬速使う？手張りする？ちょっと微妙だな。カード的にどうしようかな。なんじゃも打っていくか。まあでもそうですね、ペッパーしかないかな。ペッパー持ってくるか。ペッパーちゃん持ってきて、ペッパー打ちますかね。さあこれでエネがどれぐらいつくかなんだよね。どうしようかな。まあでもそうだな、できる限り減らしときたいんで、リスクは減らしとくか。これでちょっと打ってみましょうかね。お、いいですね。どこつけるかな。まあでも雷光でいっか。
イコーさん貼って、で、そうだよね。逃げ寝ないと厳しいんで、そうだよね。逃げ寝ないと厳しい。攻撃力いくらだ？あー、220点出るんだ。うん。いや、220点か。ちょっと、無駄に減らしといて、まあ、瞬速使っていきますか。ええー、ね。うん。これ、しょうがないね。まあ、これで、エネばっかり引くね。ちょっと微妙でしたね。引きは悪い。ちょっと微妙だな。どうだろう。次もう殴ってくるのかな。殴ってくる感じですね。とりあえず殴ってくる感じですかね。まあ、ゼラオラちゃん前に出しといて。どうしようかな。これ多分倒されるんだよね。200ダメージだったらでもでかいかもね。これ200ダメージだったら、でかいか。ゼラオラで取れるもんね、多分ね。30点。うん、30点で取れるから。それはでかいか。ダークパッチ裏張り。ちょっとゼラオラで倒していくか。いや、結構厳しいな。3枚でしょ？サイド2枚取られて4で。あ、でもそっか。あ、でも3取られるとゼラオラ取られたときに2、3、1で取られるのか。サイド1枚。そうですね。きついっちゃきついか。しかし、とどろく突きをワンパンできるようになるのは魅力的。いやー、ちょっとレジエレキ、博士使っちゃうとレジエレキなくなっちゃうんでね。そこはちょっと微妙かなという感じなんですけど。さあ、どっちで来る？多分倒してくるよね。クロススイッチャー。はあ、なるほどね。はい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 。ああ、そういう感じね。はいはいはい。そういう感じか。パンパンされないようにってことね。まあ、一回ゼラオラ出しとくか。どうだろう。タンデムユニット使って、こうして、どうかな。とはいえだよね。とはいえ、エネを貼っとかないとまずいかな。中打点勝負か。いや、これサイド取りゲームで負けそうだな。ちょっと負けそうなんだよな。博士使うか。ここはまあ逃げといて。もちろん瞬速使いの。いや、微妙かな。エネばっかりだ。エネがなくなっちゃうよね。これで倒しに行くしかないんだけど。打点が60点だから一応倒せるのか。ゼラオラで倒せるのはでかいな。逃がしてくるかな。
さあどういう戦法で組んだろう。難しいよね。ダークライとか変えてくんのかな。ちょっとエネが手札に来すぎなんだよな。4枚でしょ、8枚だから多分13くらいしか入ってないからな。エネルギー切れは怖い、非常に怖い。まあどういう感じなんだろうね。手札、ちょっとなんじゃも打つかどうかで悩むね。なんじゃも打つか悩むね。めちゃくちゃ悩むね。ポケストップ、ポケストップか。ポケストップだったら張り替えるか。さすがに、あ、でもポケストップぶっ壊してくんのかな。だとすると倒せないんで、クロススイッチ来た。どこ来んの？あー、レジエレキ倒してくんだ。そっか、クロススイッチャーめっちゃ入ってるから、そういう感じか。なるほどね。はい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 。ちょっと微妙でしたかね。まあ、とはいえ出していくよね。サイド取られたら負けるんだけど、まあ、でもそれで言うとライコーも一緒なんで、そうだよね。これはこれでしょうがないよね。サイド取られると負けだから、エネハル？いや、どうやっても打点出ないんだよね。じゃあ、ゼラオラで殴らないとダメってことか。これ、辛いな。これ貼って、なんじゃもで祈るしかないの。はいはい。まあでも一応そうか、意味ないか、あんま意味ないか。こっちに貼らないと意味ないよね。これで、30点。さあどうするか。いや、これでも倒せないね。そうだね。強いな。とどろくつき強いな。へえ、こんな感じなんだ。これは環境入ってくるね。めちゃんこ強えじゃん。ポッケストップのクロススイッチャーか。まあ、いろんなパターンあるとは思うんですけど。いや、これシンプルにこいつ単体で強いね。種ポケっていうのがまた強いよね。230点絶妙ですよね。220打点なんで、10足りないっていうね。だからレジエレキの VMAX を立てると、即死で倒してくるってことなのか。いや、なかなか、すごいできたな。そうですね、もうどうしてももう無理ですもんね。長いな。もう普通に倒してくれりゃいいんだけどね。そうなんだけど、このターン倒せないのかな。そんな張らなくても大丈夫だけどね。さあ、前倒して、まあ相手のサイドちょっと取ってドロップですかね。これはさすがに、
そうね、これで倒して、そうなんですよね、これで、そう、これでまあボスで、持ってきて、もういいよね。まあ一応瞬速使っとくか。倒して、いや強かったな。はい。ということで、ギブアップですね。はい、ありがとうございました。いやー強かった。トトロック付きこれ強いな。うん。どうやって止めるんだろうな。でも、整っちゃうと危険なのかな。まあでも、レジエレキ VMAX にしてもワンパンしていくしかないよね。でもエネハルスピードが尋常じゃなく速いから。いや、これ強いんじゃない？流行りそうですね。はい。新環境のね、強いやつと当たって大満足でございます。さあ、次はね、勝てるように頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。はい、ということでね、診断のパックを7パックいただいておりますので、開封していきたいと思います。さあ、全然ね、内容を理解してないんですけど、どうなんでしょう。なんか強いカード出てるのかな？まあ、出てるとは思いますけどね、こう、なんていうんですか、ポケカってなんかこう、2つのなんかタイプというか出てくるときってなんか大体強いですよね。何でしたっけ？古代の方向と未来の一線かな。うん。さあ、まあ EX 出たら強いんじゃないですかね。さあどうでしょう。サポートもトレーナーズもめっちゃ手に入りますよね。お、なんか出た。なんだったっけこれ。鉄の武人か。アイアンハンズ。アイロンハンズか。いや、なんか結構当たり引いた気がすんな。多分ね、なんか、お、SR ですね。チルタリスの、これは EX ですかね。またちょっと勉強不足でね、どんな能力かあんまよくわかってないですけど。うん。でもなんかいい感じだぞ。もうなんか、新しいカード。技マシンかな。お、なんだこれ。これはアートレアかな？うん。さあ、3パック目いきます。ガンガンね。いや、マジで全然チェックしてないから、どれが当たりなのか分かってないんだよね。なんかいいの当たってたら教えてください。これ強いよとかね。さあどうでしょう。まあ、とりあえず EX がね、出てるんで、2枚出てるからかなり当たりとしては当たりなんじゃないかな。お、3枚目来た。うん、ストリンダーね。なんかストリンダーって不遇ですよね。ストリンダーってなんかパッケージのやつが、まあ、仰天ポルデッカーじゃないわ。なんだっけ、反逆クラッシュか。で出てたんですけど、ストリンダー、全然弱かったもんな。パッケージのポケモンなのに。今回は不遇なんかな。なんか装備品出たな。なんかちょっとまた新しいカードも、ちょっとずつ勉強してね、頑張っていきたいと思います。はい、ということで。以上、開封でした。